はい、今日は病院行ってきました。本当は1月20日に行く予定だったけど、一人の先生が手術入っちゃったって。だから同意書のサインのスケジュール組めないから、術前検査と料金の説明を今月12月で、手術の同意書のサインと入院説明を1月の27日。術前検査はたまたま今日金曜日が仕事休みだったから、今日に入れてもらってからさ行ってきたんです。手術の日は一緒？うん、変わらない。手術の日は変わらない。検査も1時間ぐらいパパパパって午後だからすぐ終わったんだけど、尿検査の前トイレ行っちゃったけど尿検査はちゃんとできたんです。で、今回さまた術前検査だからさ、あの高いと思ったら今日安かったって、5760円。うん、2万とか言ってんの？そうそう、前は2万だったけど、2万ぐらい、1万9000円くらいだったけど、今回は5760円。多分あの手術のための検査だからかな。今日は今回保険聞いてる、うん、前回は聞いてない。その後料金説明の話があってさ、性同一性障害診療費前受け金のお支払いについて、見出しの件について別添え様式 2-2 性同一性障害診療にかかるお支払いについてご確認の上、性同一性障害診療にかかるお支払いに関する同意書の提出をお願いいたします。同意書につきましてはご署名の上、次回来院時または入院時にご提出をお願いします。なお、お支払いについては令和2年1月31日金曜日までにお支払いをお願いいたします。振り込み、納書をもって琉球銀行店舗窓口でお支払いいただければ振り込み手数料がかかりません。自由診療とかこの保険の違いとかさ、会長いろいろなんか説明書がこんなのにあって、これが料金支払いに関する同意書。患者、親族または後見人、パートナー、連帯保証人って4つあってさ、全部書く必要があるかどうか聞くの忘れたって。自分のところ以外は必要に応じてって書いてるからさ、自分の名前だけでいいのかな。私も書く。これは次1月27日手術の同意書のサインの時とかにこれは持っていくやつで、気になる料金ですけれども、前いただいた資料、これ今年の5月回答版なんだけど、税別124万円ってちょこれにあったわけさ。で、自分の税別って書いてるからね、消費税つくと思ってからさ、じゃあ136万4000円だったかな、136万4000円と思ってたわけ。さら今日納書もらってからさ、124万円でした。想定より12万安く済んだからよかったって。頑張って食べたお金を払ってすっからかになります、私は。次は1月27日におじさん連れて、手術の同意書サインしてもらうのと、なんか予約表を見たらさ、2月21日だろうけ、午後1時 LINE 不要です、体調確認のため連絡いたします、電話来る、タバコやめてますかって。おかわりありません、体調大丈夫ですか、タバコちゃんとやめてますかって言ったの来るんだろうね。まだ吸ってるけど、うん、何そうそうやめようかな、うん、ね、まあ、そんな感じで急遽病院行ってきました。次は1月後半かな、おじさんと行くやつ。うん、おじさんと行って帰ってきて動画かな、うん、近づいてきましたね、2ヶ月ちょっと後。夢取れする、夢で見るっていう手術まで、なんかこの違和感っていうの、胸の違和感みたいな夢を見る、ドキドキです。ということで、じゃあまた次回お楽しみに。楽しみにバイバイ。綺麗じゃない？綺麗にできてる？